おはようごす。それでは本日4月2日の暗号通貨ニュースですけども、今回は久々に芝犬についてね、お話ししていこうと思います。まあ特に変わった情報があるわけではなくて、1月、今年の1月に、まあ激押ししていた芝犬コインですけども、当時の価格が0.0014円以下でした。で、この図を見ていただくとわかるように、これね、3ヶ月間のチャートなんですけども、えー、つまりね、ここ、過去30日ぐらいは、この 高値をけけてるわけですよ。でもそれ以前つまり1月2月のあたりっていうのはずーっとねこのあたりでしたよね、まあ、つまり私が仕込みましょうって言った時期はここにあたるわけですよで今どうなったかっていうとこういうふうに上がって一旦下がってはいるんですけども下げ止まりはあってえー、現在0.00428ということで0.003にはね なかなか至らずということで0.004を割らない価格になってきているかなというところです。それがこちらに指し示されております。ちなみにこれを直近1年で測るとこういうふうになりますね。はい。ここ1年を考えても最後の仕込み、仕込み時がですね、今年の1月2月だったってことがわかると思います。まあこういうふうなことを見ながらね、暗号通貨の情報発信を私の方していきますので、まあここが仕込みだよと、仕込み時だよと思った時にはまたね、 えー、動画の方を上げさせていただこうかと思います。まあ、私の場合は常にテクニカルに即して情報を発信してますので、どっかからね、特別な情報が入ったとかね、えー、なんかあやふやなあー儲け話があるとか言うんじゃなくって、こういう風な公開されている情報で検証できるものに限らせていただいております。もちろんね、芝犬の新しいプロジェクトが始まりましたよとか言うので、魅力的なものはファンダメンタル要素として、 放送に付け加えさせていただきますが、今日はこんな感じでございます。それでは。